Globus。 よろしくお願いします。 Vivid の藤井と申します。ですね、私自社でもそれこそ SaaS のビジネスっていうのをやっているんですけど、とそれ自体はおそらく先ほど言うところまあまあうまくいってるぞくらいな感じなのでそちらよりもですね、私アフターデジタルという本を書かせていただいていて、今日はもう中国から来ています。なので中国事例の中で比較的その中国事例と日本での先進的な取り組みの差みたいなものをちょっと基本的に事例としてお話しできるのが一番付加価値が高いかなと思っているんですが、その日本の企業様と一緒にプロジェクトをやらせていただく、コンサルティングというビジネスでやらせていただく中で、すごく中国企業とベーシックなマインドセットで違うなと思っているところで、一番あるのはやっぱりいかに本当にデジタルで包み込むかみたいな考え方がしっかりできていないケースっていうのをやっぱり見受けられるケースがあるなと思っていて、でそれを例えば私の言葉で言うといくつかあるんですけど、多分大きく言うと2つで、いかに高頻度接点を作っていくかみたいなところがおそらく特に 2C で考えるとすごく重要で、でこれの背景になっているのはおそらく結局行動データがたくさん取れていくからっていう話だと思うんですが、その行動データがたくさん取れていくっていう時にそのデータを何に使うのかみたいなところで、中国企業ってですね、本当にベーシックで得られた行動データをユーザーエクスペリエンスに返していくみたいなことを当たり前のように考えていらっしゃるなと思っていて、で要はサブスクリプションって言った時にやっぱり一番初めに出てくるのってズオラのツオさんっていう方がサブスクリプションって最近ずっとこの10年ぐらい喧伝されていますが、それを考えた時にも彼って通常の課金型ではなくて、お客さんと定期的に接点が取れてお客さんの状況が可視化できるから一番サブスクって意味があるんですっていうふうにやっぱりおっしゃっていて、そういうところがですね、私がよく見ている中国事例だとやっぱり当たり前のように 2C でも 2B でも、特に 2C がやっぱり中国だと強いですがやられているなっていうふうに感じています。でなので UX× 行動データのループを回すみたいなものがサブスクリプションを通じてやられているのかなというふうに思っています。で一個だけちょっと掘り下げたいなと思ったところがあって、はい、日本企業と中国企業のそのギャップが なぜ生まれてるんでしょうか。そのより中国企業がその行動データを高頻度にデータを取り、それを UX に反映させるというサイクルをぐりぐり回せる、そのマインドセットであったりケーパビリティを持てているのはそれはなぜなんだということですね。これはやっぱり環境の違いというか、それ言ったら元も子もないかもしれませんが、やっぱりその14億いるわけですね。なるほど。でやっぱりその日本の企業さんだとある程度市場というか人数は小さくても、それが高付加価値で少人数から高い金を取っていくっていう形になりがちですが、中国ってやっぱりそのネットワーク効果がすごく効くので、とにかくユーザー集めようとすると何億とかって簡単には集まらないんですけど、集まるわけですよね。で億とかっていうことをずっと使い続けてもらう、要は MAU 何億とかっていうことを達成するためには、とにかくデジタルでやった方がたくさんの人に広がるし、でその中でかつ UX をとにかく良くすれば、他の追随を許さずにその MAU をキープできるっていうのが結構なんですか、ビジネスの論理として当たり前に根付いてるんじゃないかなという気がしますね。